水の小島灯台水の小島灯台は、文後水道の中央に位置する、無人島、水の小島にある石像の灯台。行政区域としては、大分県佐伯市に属する。日本の灯台50選に選ばれており、A ランクの保存灯台の一つでもある。離島の灯台としては、日本一、石像の灯台としては、島根県の出雲日野岬灯台に次いで、日本で2番目の高さを有する。 日清戦争を機に海運場政策が積極的に推進されたこと及びクレチンジフを母港とする艦隊が文後水道を航行する際に水の小島が障害となったことから建設された。本灯台の工事は灯台建設市場でも屈指の難工事で完成までに4年という異例の長期間を要した。灯台の構造は内側にレンガを積み、その外側に 徳山さんの加工岩を創意質味にしたもので、内部は発祥とされている。木下啓介監督、佐田啓二、高峰秀子主演の1957年の映画、喜びも悲しみも、幾歳月に登場し、その29年後の1986年のリメイク版、新、喜びも悲しみも、幾歳月のロケが行われたことでも知られる。水の小島東台のリーン対策書は、 鶴見半島の火事よりに1904年に完成したもので内部に5個の重工を有する大規模なレンガ作りの建物である。本体測書は1962年まで使用され、東大の職員やその家族が生活しており、職員は交代で船で東大に渡り、勤務していた。1983年に鶴見町に払い下げられ、体測書をおよび、 物置書が改装されて、1987年に、それぞれ、文語水道開示博物館及び、渡り鳥館として開館した。開示資料館には、灯台の模型や漁具等が、また、渡り鳥館には1963年から1984年までの22年間に、水の小島灯台に衝突した62種550羽の渡り鳥の白製が展示されている。 1998年4月21日には以下の3件が登録有形文化財に登録されている。無人島である水の小島への定期航路はない。また上陸には許可が必要である。夏季には週末を中心に水の小島周辺を周遊するクルーズ船が運航されている。また大分県佐伯市と高知県スクモ市を結ぶスクモフェリーの船上からは 水の小島灯台を比較的近くから望むことができる。なお、2004年には水の小島灯台の初点灯から100周年を記念して南山辺軍鶴見町によって水の小島灯台体験公開が企画された。ありがとうございます。